水玉温泉たま温泉は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村海洋にある温泉。阿蘇山の中央下高級の西斜面を流れるたま川の脇にある。唯一の宿として、日本秘湯を守る会の会員である山口旅館があったが、日帰り入浴施設、焚き日和としてオープンした。すぐ隣に地獄温泉があるが、源泉が異なるため別の温泉として扱われている。 現在は宿泊することができない。焚き火よりは、1箇所の内湯と2箇所の露天風呂を持っている。改装後は、貸し切り風呂が3つ設置された。創業は、江戸時代末期の文化年間。1907年には、与謝野鉄管北原白州、吉井勇、木下木太郎、平野万里ら、紀行文、五足の靴を記した5人が東温泉に宿泊している。 1986年までは、当時客向けの自炊部もあったが、その後は、旅館部のみの営業であった。2016年の熊本地震では、温泉に通じる国道325号麻生大橋が、崩落した他周辺道路に、地割れが発生するなど、2017年時点では、関係者以外通行できなくなっており、また旅館建物への被害だけでなく、泉源が、 土砂崩れで埋まった。2021年4月16日、5年の歳月を経て、日帰り入浴施設、焚き日和として、リニューアルオープンした。ありがとうございます。